なんでもござるのビッグファミリーヤングちゃんになりました。ジャンルに縛られないたくさんの楽器と13人の人数を生かした寄ってみても聴いてみても楽しいライブパフォーマンスがギャンパリの一番の魅力。そのライブは新撮影も動画撮影も OK、 ファンの総称はそのまま遊び人。2024年1月28日に日比谷野外大音楽堂にて行われたあっぱれ真冬の大ギャンパレ音楽祭 in 日比谷野音も完売で大成功。そして6月から9つの都道府県を回るオールスタンディングでのライブハウスツアーアバンゲルドパレードツアーの開催も発表されました。2019年以来のオールスタでのライブは立ち位置が自由になります。目まぐるしく遊び人の居場所が変わるライブになると思うのですが、慣れたらめちゃくちゃ楽しいです。怒涛の勢いで活動中、あなたも一緒にこれから楽しい遊び場を作りましょう。以上、ギャングパレードの夢の岩でした。バイバイ。